愛は永久、謎は迷宮、今夜の舞台はニコニコ動画。たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。ドアを開けると人が倒れてる、背中に突き刺さる包丁、床は血まみれ、普通なら子供は現場に入れてもらえない。僕は落ち着いて、今日のは推理が大変そうだと笑うと、誰か警察と救急車を早く大人に差し出する。僕が絡むと誰か必ず密室で死んでいます。今日はどんなトリックスがあったのか予想すらできない。犯人は一体どうやって殺したの。ある日は頭に弾くなってたり、食事に毒を盛られたり、暗号でメッセージが残されてると、悪手かが抑えきれない。聞き込みとかも結構重要で、ねえねえおじさん、ご五郎のおじさんにちょっと頼まれたんだけど。子供に話すわけないとか、ツッコミは勘弁してほしい。僕が絡むといつも必ず殺人が起きてしまう。なんでいつも事件起きるとか、細かいことはするで。あれれ、数年前は推理小説やパズルで十分楽しかった。徹夜でホームズ読み返してきて、ランに話して聞かせたり、デートの途中毒薬飲まされて、体が急に小さくなった。僕を信じて待つランの気持ちを思うと胸が痛い。僕が絡むとなぜか必ず死人が出てしまうのは、大人の事情とよく言われるけど、僕にはわからない。行く先々で僕を待ってるミステリーに挑むのを、見た人たちが楽しめるのならば、それはそれでありだろう。僕が絡むと誰か必ず密室で死んでいます。今日はどんな死に方しているのか期待して。